Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头。今天我们来玩我们的七龙珠 Fight League， 我们的最后一个篇章，应该是最后一个篇章吧，生化人21号篇啊。这一篇呢，应该会叙述说为什么我们的18号以及17号啊会在21号这边啊，还有16号、16、17、18啊，19跟20呢，我不知道。总而言之呢，这个篇章就是类似像真相篇。啊，什么叫真相篇？就是这事情的原委的真相，这边应该会交代清楚吧，好不好？那么废话不多说，哦，我们直接开始了。啊，我们来揭晓一下21号的秘密。啊，当你们做好准备时，17号现身了，面对吃惊的18号，他开始说明了对此的理由。啊，出现在此的理由。所以说，我要扮演17号还是18号啊？我不清楚哎，没关系，问看就知道了。啊，之前是扮佛利扎，这次是扮什么？被附身的18号，哇！我要扮18号，天啊！嗨，哇！我居然要扮妹子，头好痛！发生了什么事？克林，你要是出事了，我可不会原谅你的。哎，16号，噔噔噔，お前は。哪里怪？我觉得16号这一次又要再领一次便当了。哦，我们看到时候他是怎么领便当的、啊。あんたはセルに破壊されたはずじゃないのか？悪いが、お前の質問に没有时间回答你的问题。なんだって？なんだって？倒了，没靠。すまない、18号、お前には。我々の力になって。所以说18号到底要被洗脑吧？我觉得，因为他机械嘛，机械可以控制嘛，被洗脑啊，我觉得是这样。啊，然后等我醒来之后呢，我的身体里面有另一个我，就是我啊啊啊啊啊啊！我可以随心所欲的操控18号，好爽、啊。ようやく目を覚ましたようだな。好，醒来了。はじめまして、18号さん。お会いできて、很高兴能和你见面。忘れるな21号。今はもう18号で。现在已经不是18号了。そいつの精神が今リンクした。连接人类的灵魂。そうでしたね。驚かせてごめんなさい。突然のことで信じられないとは思うけど、あなたは今別の人の体に精神を移した状態なんです。耶，我是妹子。驚くのも無理はない。俺たちはこの現象で18号本人の生。好，这边不用解释了，已经解释两遍了，很累。その体を。私たちのこの会話も。他听得到，他听得到，我知道。好，这个歹戏脱口，好吗？歹戏脱口。何してる？さっさと返事をしろ。啊，我体内的18号。気づくのが遅いんだよ。抢走别人的身体还这么的悠哉。リンクに関しては確かに力づくであんたを追い出そうともしたが、まったく世界中に悟空たちのクローンが。悟空他们的复制人。暴れてるっていうし、クリリンが心配で外に出てみたら、死んだはずの意識を失ったと思ったら、あんたとりあえずあんたじゃないと話すこと。这应该算是第三个平行世界。好不好？第一个平行世界，21号被悟空杀掉。第二个平行世界，21号被悟空跟希鲁他们一些坏人联手杀掉。那这一次是会被什么杀掉呢？然后呢，我的身体是在18号，超级平行世界啊！啊，拜托我去询问清楚问题所在是吧？非常好。18号との話は終わったようだな。そのようですね。では、照顺序说明。怒らないで聞いてください。不要心生气啊，听我说。啊，他可能要讲出真相了。実は、18号さんを連れてきてもらった。是我。すべて私の指示なんです。为什么要这么做？因为你想要把我变成蛋糕吃掉。なんだって？なんだって？今。世界中でクローン戦士が暴れています。それは
メッドリボン軍が生み出してしまったもの。私たちはこの事態に対抗する研究をし、そしてリンクの力でクローンを抑え込む方法。阻止复制人的方法。你别再骗啦！这个剧情的铺陈早就已经知道了。我觉得他这个用这种解锁的方式，怎么讲，就是有点类似在重演一遍，然后你都已经知道敌人是谁了，然后在那边装好人。我觉得他这个编剧的编排有点烂啊。Link とは、あなたが18号さんの体、あなたには18号さんと乗り、すべてのクローンを押さえつける力を得てほしいので、Link の力は強力な相手と戦うことで、連結之力就会越强。戦うためには強い肉体が必要。こんな事件に巻き込んでしまう。Link でクローンを止めた後は、クローンを処分する。全てが終われば Link は解除。連結就会解除。お前も18。结束之后就会解除了。耶、我们要合作了，太爽了。战斗的衣服，哇，这么贴心啊！以前的战斗衣有跟没有一样啊？都已经这么久了，看了不会觉得害羞吗？而且不是防御率。而且应该照理来讲，不是穿越少防越高吗？那要拒绝吗？明明就很可爱哦。我要搭上我们的十八号。あんたは何も知らないから、そんなことが言えない。好，算了算了，没差，搭讪失败。このお洋服、本当可愛くて、作っていて楽しい。十八号さん、美人ですし、彼女の反応はどうです？他的反应吗？啊，算了。のんきな声聞。とにかく、すぐにその服に着替えな。さっさとクローンを全滅させて。もし負けたりしたら。要是你打输了，我会向你收巨额的赔偿金。十八万爱钱。哎，啊，我要去换衣服了，我不会把你身体都看光光吗？嘿嘿，这就难说啦。どうやら話はついたみたいですね。好，闭嘴。还是说真相篇二十一号其实是好人，你不是跟我开玩笑哦？生化人十七号登场。不可能啊，感觉不像。本当にあいつを戦わせるのか。今はあの二人にかけるしかないの。怎么在两人身上？十六号、十八号さんがリンク状態になって。进入连接多久？どれくらいの時間が経ったと思う？そういえば長いな。そう。ここまで長時間至今从来没有人能维持连接这么久。今までいな現に17号さんのリンク状態は目覚めてすぐに溶けてしまっているわ。確かにこんなことは初めてだ。しかもあの人18号さんの意識を体内に抑えたまま今までリンクに成功している人工精神に。所以我是特例就对了。才能としか表現できないレベルよ。天分啊。私にとってあの人は最後。那人是最后的死。是最后的，你不要跟我们装弱哦。时间也不多了。他这感觉就真的是好像是正派像，你知道吗？还是说他二十一号会变成那个吃蛋糕，是因为被控制啊？来换好了。呀，随分と懐かしい。哇，是你耶，好怀念呐。年の割には似合っているぞ。十八号。这把年纪耶，大概是适合你。十七号，どうしてあんたがここに？十七号。私の二。双胞胎弟弟。随分長いこと恩師。十七号。そいつは今十八号ではない。連結了别人。ああ、そうだった。全くややこしいな。你们还记不记得之前第二章那个敌战士篇的时候，十六号奋不顾身要保护二十一号，这是代表说二十一号可能原本就是好人，后来是因为被红领军的一个某个坏人吧，头目吧，就是控制了，才会变成那样子的坏逼样啊，我是这么认为啦。哦，会不会后面不一样，我就不清楚。反正这一章是真相篇，后来就会知道到底发生什么事了。そのリンクだったか。理論上は可能だと思います。
リンクした人の中には本来の意識を表に出している人もいます。そうなのか。ただその前例は全て全都是与机械制造人工灵魂联系。生身の人間の精神でもできるかどうかは。なるほど。要するに当人たち次第ってことか。そういうわけだ。你能和十八号交换控制权吗？然后就是可以的。好，然后就变十八号了。真的能切换意识？不是吧？そういうことなんじゃないか。あいつはそれより、なんで17号がここに？对啊，十七号怎么在这里？宝很客气地请过来，十六号吗？リンクさせるためにな。じゃあ、あんたは这边四位全部都是机器人，都是生化人。十六、十七、十八、二一。そういうこと。やり方も気に入らないから、ちょうど今はたまには昔のように遊びに付き合ってやろうと思ったんだ。皆さん、ありがとうございます。感谢大家。哦，突然谢大家了。Go。一 k 哟，一 k 哟。呜，放招式，哎呦，瞬间移动，啊，哎呦，屌哦！我们十八号有什么招式啊？支援攻击，擒拿回击，气源斩，这个是那个克林的招式啊，屏障下下攻击，加速无双，哎呦，他招式好少哦，十六号的招式反而比较多哎。欸，真的有屏障欸，下下叉是屏障。哇，好爽啊，吸了一堆能量出来，放大招。欸，居然没了，再一次。干挡屁哦！快点，给我更多，给我更多。欸，再来，再来，再来，我要吸更多能量。欸，不给吸啊，我要被打死了。打屁打！啊，我要死了！十六号出来救我 ！Oh my god！ 哇，好强好强！哇，没中！哎，放水一下就那么强了 ！Money up！ 哎呦，这招厉害啊！笑死人了！放水而已，被打得跟狗一样。啊！与克林战斗，对十八号的残酷命令。哎，十八号の中にいるやつ、お前を持って。你比我想的厉害耶！不，我还需要更努力。你还蛮认真的嘛？このくらいで調子に乗るようじゃ。二人のリンク率は順調に上がっている。上升的顺利。二十一号出现了，他怎么了？为什么看起来这么好吃？果然，他其实本来是好的，但是因为受不了这个诱惑，你知道吗？女，一体どうしたと言うんだ？もう我慢できない。我忍不住了。ダメだ。二十一号。どいて、邪魔をしないで。お前の望みは何だ？你的愿望是什么？他是被制造成这个样子啊！向こうの方角にエネルギー反応が。对面那个方向有能源反应。次はそっちに行けば。ちょっと待て。怎么回事？到我也想知道。今、お得意のだんまりかよ。いいか、俺はお前が相手でも。敵になるなら
容赦はしないからな。十六号，我觉得他是被内建设计成这个样子。我刚刚大招还没有放过，可恶！我要放一次大绝看看。哎，干什么？哇！叫那什么声音？哎，让我放下，让我放下。哇、哦，力气好大、啊！中了吗？有了，有了，有了。哇，好帅啊！哇，这招好帅啊！怎么可以这么帅啊？还有什么资源攻击？被资源攻击打死了，抱歉。I'm sorry。嘟嘟嘟嘟嘟，他受不了了，他不行了。大丈夫か？完了完了。21号，没事。ありがとう。哇，就这样子。没跟我讲说这边动画就这样子啊、哦。克林，打我老公，打老公时间。老公，对不起，你不是真老公，你是假的。啊！一打一，给我！哦，好爽啊！爽到了！哇，没中，他跑太远了，尴尬了，会死会死！我们来看一下我们的十六号他的招式是什么好了，叫一下十六号出来，看一下他的大绝。十六号的话，什么威力炸弹啊，消耗一条，闪光地狱空中使用，绝不能使用的最后力量，这是大绝吧？试试看大绝，还是先看一下阿万的好了。阿万的，哦哦哦哦哦，哇哇塞，太扯了吧，好暴力啊！你在顺啊，你在顺啊，被我敲死了哦！哇，他好像还有另外一个大绝，我看一下、哦。他另外一个大绝是什么？别打我，别打我，走开！哇，好强啊！不要阻止我！哎，不行不行，我会死，完了要死了。哇，好强啊！大绝！哎呦哎呦哎！哇，自爆！十六号的擅长招是自爆啊 ！Oh my god！ 那爆完我就死掉了，是这样子吗？他那个爆炸伤害会不会跟敌人同归于尽啊？哇塞，也太屌了吧！怎么可以这么屌啊？好啊，那以后我用十六号直接抓人自爆就好了，一命赔一命嘛，对不对？哇，他快受不了了，他要变身了！啊，我便秘，就外面在放鞭炮，吵死人了。等一下还在放吗？不要再放鞭炮好不好？过年虽然放鞭炮，但是我觉得很吵。21号。21号，再这样下去，完了，他受不了了。なんだか知らないな。いいんだ17号。俺は気にしていない。我不在意。对不起。ごめんなさい。とにかく今は先を急ぎましょう。他一直在忍耐、欸，他不断在忍耐、欸，这家伙，万事都要忍耐。Ready, fight! Fight, 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 fight! 连死你！哎呦，佛力差很强哦！进！去吧，醍醐灌顶！那，哦，这力气好大！
抓！哎，没抓到！我尴尬！一个手！接我这一招！我在干嘛？我在干嘛？笑死！自爆兵！啊！超爽自爆，又爆一次了，永远爆不完。Oh my god！ 我们的他忍不住了。哎呀！我受不了啦！住手！不要碰我！你要忘了你的心。说的没错。二十一号一直不断的来来回回，来来回回的。我已经没事了。然后等一下又有事了，信不信？而且为什么会跑到岩浆来？我不知道，明明战场不在这里啊，奇怪了。噔噔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 ，我们的二十一号一直在便秘。完了，我们真的没办法控制他了。毒品，快点对我施打！いい加減にしろ、十六号。二十一号身为生化人的状态非常不安定，需要非常庞大的能源。じゃあこの発作はエネルギーを補給しなきゃ収まらないのかよ。没有补充能源就无法停止吗？快点给我！よくわからないが。先回研究所。ひとまず研究所に戻った方がいい。待て。克林。而且这边的剧情非常的诡异哦，你们有没有想想，之前是悟空跟克林一起来到这个地方，看见了这个二十一号，这次是克林自己过来，哎，你不觉得这个剧情超级平行世界吗？克林，没事吧？やはり来てしまったか。果然还是来了吗？お前は你是十七号、それに十六号まで、お前たち。どうして何をしに来た？来这里做什么？何って聞くまでもないだろう。但是来救十八号啊！助けに来たんだ。十六号、お前こそどうしたんだよ。本物なのか？你真的是十六号吗？それともクローンみたいに新しく作られたのか？俺たちの力と精神が封じられたことにもお前は関係してるのか？力と精神を限制力量和意识。クリリン、ちょっと待ってくれ。一体何の話をしているんだ？気を制御する波動の影響の話。压制力量的波动。ドクターゲロが開発した発盖洛博士开发出的装置。今世界中で気を封じる波動が発生して。所以说，这叫做盖洛博士的这个人呢，他制造了二十一号，也是赋予他这个想吃东西的能力吗？なんだって？やっぱりドクターゲロのブルマさんの予想通りだ。まさかと思うけど、お前たちがその装置を起動したのか？是你们开的吗？まさか私たちは何も関係ないよ。そうだろう、十六号。やったのは俺たちではない。打開装置的不是我们，那是谁啊？やってはいないが関わりはある。そういうことか。虽然不是他不开的，但是也和我也和他们脱不了关系啊。待ってじゃ何もわからないだろう。おい。完了，二十一号受不了了，狂暴化了。是他开的。二十一号，落ち着くんだ。落ち着いていられるものですか？やっと。终于能吃了，要死哦！完了完了。今十八号を渡すことはできない。お前はまず。な何を言ってるんだよ。十八号さんを残していけるわけないだろう。クリリン、今すぐ十八号さんから離れろ。お前たちが何をする気か知らないが。俺の嫁さんを巻き込むな。鲁夫，不要这样子，鲁夫。那十八号さん、一緒に帰ろう。
俺たち家族じゃないですか。鲁夫，你还是去演你的海贼王吧，不要来这里了。今さら昔みたいに戻るなんて、そんなこと言わないですよね。私だって帰りたい。我也想回去啊。可是再这样下去，家族、家人。ふざけるな。そんなもの人造人間には必要ない。おお。いいから戦え。今すぐに。动手马上。そんなのできるわけないだろ。クリリンと戦うなんて。それならいいわ。わ。あなたがやらないなら私が。哇，就由二十一号来。ダメだ。今の21号とクリリンを戦わせては。どうやら相当ヤバい展開みたいだな。18号、今はクリリンと戦え。出なければあいつは21号にやられる。それでもいいのか。いいわけないだろ。怎么可能不在意？私の中にいるお前。言っておく。要是你敢让克林死掉，绝对不会放过你。啊！强制跟柯林战斗，天哪、啊！夫妻吵架常有的事情，打架更是习以为常。打架打架！哦哦哦！好强好强！太强了吧！老公不要那么大力啊！老公，老公轻一点，老公轻一点！完了，我要死了，老公！行くよ。应该赢了。哇，没死。好，踢爆你！好快就结束了啊、哦，超快的。异常失控，阻止二十一号。为什么？克林，克林，心配ない。よかった。おい、二十一号。满意了吗？なんて美味しそうな。看起来怎么那么好吃？哇！待て、二十一号、どうか耐えてくれ。自分自身の力で抑えるんだ。うるさい。止めさせろ。你不妨碍我，哇！他这个把柯林吃掉了。哇！我们たちを食うだと。こいつ何言ってやがるんだ。已经不行了吗？他已经挡不住了。十八号の中にいるお前、今すぐ二十一号とリンク。现在马上和二十一号连接。哦，二十一号连接。そんなことができるのか。我去控制二十一号。理論上は可能なはずだ。お前が二十。我试试看。いいからさっさとしろ。クリリン、助けてやってくれ。哇，我可以控制二十一号，真的假的？那早这样子一开始控制二十一号就跑了、啊，对不对？有没有？哇哦！后面那是谁呀、啊？跟我长一模一样。哇！另一个人格。振作点，二十一号。你难道？你想要阻挠我？所以说这个是另外一个人工灵魂在控制他，是吧？反正他失去人性也只是早晚的问题。哇，另一个他在控制。撑住了。可是这是迟早的问题啊。迟早他也会暴走啊。迟早的问题暂时缓和了。我就只是过去一下而已，然后他就恢复正常了，然后我又恢复了，那就不如我就永远存在二十一号身上就好了，一直控制他不就不会有事了，对不对？这么麻烦。21号から戻ってきたか。多亏有你在，阿斯。その様子だと
17号クリリンは安心しろ移到安全的地方今はこいつのこともあるし目覚めるまあちゃんと息はあったしそのうち仲間が助けるだろうそうかありがとう多亏你お前たちのおかげで我有事情想问16号それは私も同じだあの暴走もこんなことになったんだもうだんまりは通用しないぞ赶快跟我说实情哦そうだな私も快讲哦别屁话了姐先让我治疗21号の治療を優先させてくれ詳しいことは研究室で話し然后等一下回去之后一个黑画面然后就说他讲完了我猜就是这样事情的经过就是这样干你他妈什么都没讲好啦我觉得今天差不多先玩到这里了、那我就觉得这个第三世界的这个真相篇搞得我有点没办法跟之前的那两个章节做连结啊怎么想都不对啊太多奇怪的矛盾了好不好如果呢你觉得这个这三个章节呢有任何连结之处呢也可以在下方留言告诉我因为我怎么想都觉得这三张图超战士篇啊敌战士篇真相篇这三个完全感觉没有任何连贯性你知道吗让我感觉糊里糊涂的、好不好那么今天影片先到这里结束啦如果喜欢鬼片的左下角个订阅右下角个喜欢下方留言我是老头我们下一集七龙珠 Fighter 力再见了拜拜